福島第一原発で汚染水が誤った場所に漏れ出していたことが分かりました原子炉建屋から出た汚染水は放射性物質を取り除く装置のあるこの建物に送られますここから通常動かないはずのポンプが作動し非常に高い濃度の汚染水が全く別の建物に送られていました東京電力は3日前に異変に気付いていましたが対応していなかったということです 東京電力によりますと、漏れたのは原子炉の溶けた燃料を冷やした後に排出される非常に高濃度の汚染水で、1リットルあたり放射性セシウムがおよそ3700万ベクレル含まれています。この汚染水は通常はセシウムを取り除く装置に送られますが、普段は使わないポンプが作動し、装置に送られず別の場所に送られていました。現場では、 3日前に異常に気づいていたもののポンプを止めなかったため漏れた量はおよそ203トンに上りました東京電力は誰かがポンプのスイッチを入れた可能性があるとしています